はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。NHK デモを文化人放送さん、ゆるパンダさん、おみそんちゃんに取り上げていただきました YouTube ですね。ありがとうございます。渋谷神宮通り公園北、年内の休日、日曜も祝日も全部埋まってる件、昨日お知らせしましたけれども、参加者さんはご存知ですが、あんなしょっぽいね、細長くて使いにくいね、椅子もないからランチをしているサラリーマンもいない、山手線のすぐ隣でやがましい音楽とかには向かない、ましてやあの幅がひょろっと細長くて、屋台なんかもできない、公園、いつ使用許可申請しても空いていた公園が突如年内の休日全部埋まっちゃった問題は不自然だなぁ。お膝元の渋谷でデモされるのが嫌で、 NHK がね、先回りして全部抑えたとしか思えないんですよ。休日全部の使用許可先に取っちゃった NHK が、職員もあの多く住んでますしね、その渋谷区でやられるのは嫌なのかな。新大久保の喧嘩デモでやられた手口です。これあのあそこら辺であの集まれる公園一つしかなくて、そこ全部ね、あの休日先んじて先回りして使用許可やられるようになっちゃって、 NHK の中にも多数いるでしょ、あのこの手口知ってるやつだ、あのそうとしか思えないよな。昨日は気づきませんでしたけれども、あんなしょっぽい公園が大人気なわけねえだろ。代々木公園とかなら私もね。日本政府ついに核戦争について言及。木原誠二官房副長官、ロシアによる核兵器使用の可能性について深刻に懸念している。世論です。懸念するだけ、中止懸念いかん、口だけ、ちなみに対応は考えていない。なんか日本にできることあんの？ないだろ。もう唯一の被爆国っていうワードが使えなくなる。なぜか北海道に落としたりして、九条で外交の飴と鞭の鞭を封じられてる日本政府ができることほぼないし、懸念するとしか言えんわな。ウクライナはあの同盟国じゃないし余計難しいですよね。ウクライナに核を落とされたから日本が東側からロシアに攻め込むなんてのも難しいわね。官僻氏、君主が持つべき賞と罰、どちらかでも手放せば死ぬ。これですね、罰の方をあの側近に手渡してしまった王の話っていうことで、王様は憎まれんの嫌でしょうから罰する、人民を罰することは私がやりますよっつって、あの側近の大臣にですね、罰を与える権利を渡しちゃってね、で自分は賞を与える、いいことを与える、で結果どうなかったかっていうと、人民は側近の大臣をばっかを恐れるようになり、権力が大臣に集中し、王様は忘れられ、クーデターを起こされて殺され、っていう話ですね。どちらかでも手放せばし、飴しかなくて、無知はアメリカ頼み、つ異常な世界、九条のせいであります。副官房長官が初めて核戦争を言い出したのはバイデンが口開いたからかなと思います。面倒だがもう隠しておけないっつ判断かな。確認できないけど、テレビ新聞はこの発言報道してないんでは、ロシアが悪いっていう世論あで、ロシアの核が怖い怖い、九条ダメじゃねっていう世論にもなりかねませんので、外観周知誘致主義者のイカレどもは話題にすることを避けるはず、したくない。テレビ新聞ではやってないんじゃないか。私どっちもないんで、確認しようがないんですけれどもね。日本時間7日未明、バイデン大統領、キューバ危機以来の脅威、核使用でアルマゲドン開始。終末戦争のことですね。キリスト教、聖書に出てくる終末戦争、神と悪魔によるですか、ちょっとうろ覚えで、忘れちゃいましたけど、核使用の危険はシリアス、それほどロシア軍は
不信を極めている、やけくそになってうっちゃかもしんねえなっていうことですか。世論ハゲマルドン花丸うどん、またすぐふざけて、あの2ちゃんの連中はしょうもないおっさんどもだな。キューバ危機ほど話題になっていないことに危機を感じる。煽るね、さすが戦争大好き民主党。これあのアメリカ民主党のことですね。民主党の政権の時に戦争が勃発するのが圧倒的に多い。戦争大好き民主党、使ってほしそうだな。肩パッド買ってくる。恐怖の代用ってこれだったんでは、ブルースウィルスが何とかしてくれる。これ映画の話ですね。試験というか、あのロシアがもし核兵器を使ったらその後どうなるのかっていう予想なんですけど、勝手にロシア領を宣言して、占領地域のウクライナ軍に核攻撃する可能性はあります。併合をどこも認めてないので、これロシアによるウクライナ攻撃ってみなされますけど、どこもウクライナとは同盟してないので核報復はしないと。しないが、ジェノサイド条約っていうのがありまして、正式名称はですね、集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約。締結国は現在138カ国。米英独仏イラン豪華インが参加しております。G7 で入ってねえの日本だけか。ロッチューも参加してます。ここ笑うとこなんですけども、まああの国連人権委員会の理事国にもロシア中国になってっから、そうなのかな。笑っちゃいますけどね。大量虐殺を3カ国が力ずくでも止めるっていう内容になってるんですけど、ロシアがウクライナに核を使ったら核攻撃はしないものの、この条約を大義名分にして各国が四方八方から通常戦力でロシアに攻め込む可能性がありますね。でね、その攻め込んだ軍隊に向かって核を使えば、今度は各国がやったなーっつってロシアに核を打ち込めるので、反撃に核使えないなロシアはな。ロシア領土は戦利品として各国の分割管理下に置かれるのではないか。各国が攻め込んで四方八方から、まあアメリカが東側とかね。日本は条約に参加してません。通過できません。9条のせいでですね、力ずくでも止めるっていうのができないため、武力を紛争に用いないとかですね、ありますもんね。なのでおこぼれに預かれませんよ。ロシアを山分けしようとしちゃってね。どさくさで北方四島ぐらい占領したらっては思いますけど、キッシーにそんな決断できるわけもなく、あり得るとしたらアメリカが北方領土を占領して日本に売ってくれる金で、まあ10兆円とか言われてもその辺の漁業権で元取れますから、やっぱ9条を早急に廃止がええですな。7条8条10条でいいよ、当面の間っつって100年ぐらいね。諸国民、これはアメリカのことですね、におんぶに抱っこで平和を追求するっていう全文も当面の間削除でいいですね。10月7日ゼレンスキー大統領、北方領土は日本領土、ロシアには何の権利もない、と演説しました。ウクライナ最高議官も議会も同様の決議を全会一致で可決しました。世論です、巻き込むな、だから日本にも戦えってこと。そんなことを言われても軍は出せない、日露戦争再び、ロシアがボロボロになったどさくさで上陸しちまい、これはもっと支援するしかない、ウクライナさん頑張ってもっとロシアをボロボロにして。なんでこのタイミングでこんな発言をという意見もありましたけど、ウクライナはですね、東部4州を占領されてロシア領土って言い張られた構図は北方領土とまるで同じだからですね。軍に駐留されて、占領されて占拠されてここはロシア領っていう構図が一緒だと。ということは北方領土奪還に日本が動いたらですね、自国領土防衛のためっつって島を核攻撃する可能性もありますな。日本にすり寄ってきたなっていう意見もありましたけれども、そりゃあ何でもするでしょ、戦争なんだから。ロシアだってウクライナだって
どんな嘘でも平気でつくし、どんな騙しでも、どんな汚いことでもやるでしょう。戦争なんだから。日本のあの SNS とかで、自国を擁護したりとかですね、相手のことを、こんなことやってますってあの嘘800書いても、それはやるでしょう。戦争なんだから。9条廃止が間に合わなかったら、超武装海上保安隊設立っていう手もありますね。海上保安船ヤマト。あ、これいいな。海上保安空母とかね。島に上陸して保安活動しないと。クリミア大橋っていうのがありまして、ロシアとあのウクライナを結ぶ唯一無二の通路であります。海上国会にかかってるんですけどね。上水道、ガス、電気をクリミアに送る生命線なんですけど、ロシア、クリミア大橋を攻撃したら核で報復する。ウクライナ、はーん、ウクライナ大橋大爆発。もちろんあのウクライナが攻撃したんですけどね。ボッカーンって、世論です。無駄に雰囲気のある画像、これで核を使わなんだらはったりということ。冬を待たずに破壊したか。クリミアの皆さん、ご愁傷様。修復に15年はかかるよ。予告しといて核を撃てないヘタレロシアさん、さすがっす。これならどさくさで北方領土に上陸しても大丈夫かもね。まあ、適当ですけど。岸田総理、防衛費を毎年1兆円ずつ増額すると発表しておりました。世論、もっと増やそうぜ。増税はすんだよ。毎日ミサイル飛んでくるしな。核武装が安上がり。有用性が証明されたドローンとジャベリンいっぱい買って。今の場合の11兆円程度まで増やしそうで。GDP 2% ね。これで NATO の参加資格得られるんだろうか。9条が障害にならないんだろうか。まああの NATO の本体の米軍と同盟してるんで、まあ、実質参加してる、実質 NATO と言っても過言ではないんですけどもね。安倍総理が残したクワッドもあるし、心配なのはあの防衛税とか新しく作られて増税されることが心配ですね。今でさえですね、あの実質税負担率 48.1% の重税国家なんだから、そんなの許されん。財務省の連中は増税するのも大好きだですけど、増税に成功すると出世できるシステムが悪いんですけど、お前らの小山後も重税に苦しむんだわな。バカな連中だよな。何に消えてるかよくわかんない男女共同参画費10兆円を流用すべし。これはいろんな人が言ってますね。なるべくあの国産兵器使うようにすれば、開発とか生産とかで雇用と景気が上向きます。9条への疑問マシマシのこの状況で、シーカズオが何言ってるかと思ったらですね、当事者が亡くなっているから調査検証できないということになれば、あらゆることができない。文書関係者全てを取ってその気になれば調査できるはず。未だに安倍がやってましたわ。統一と安倍総理の関係を調べろって言ってるんですけど、安倍総理に依存しすぎだよな。世論です。自分で調べる。共産党も勝手にやれば。当人不在の欠席裁判は公平でない。共産党の犯罪はすぐにでも調べられるのでは。己だけが正義と思うね。安倍総理の存命中にね、夜も寝ないで血まなこで夢中になって調べても何もなかったくせに何言ってんだ。いくらしつこいのが取り柄だって、共産党がね、安倍側に依存しすぎだろ。一緒やってる。泉健太だけじゃなくて、シーカズも私と誕生日一緒であります。7月29日、今後は誕生日占い信じないと、ということを決心してですね。メール党員さん大募集であります。メール党員さんだけのイベントなんかも企画しております。今度10日にあるかな。地区支部長も大募集であります。立候補していただくね。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。